お待たせしました、女王様。魔人召喚の儀式、準備できましたわ。おい、みんな！俺たちの願いを叶えてくれる伝説の魔人がとうとう現れるぞ。この町をでっかいお城にして、俺たちが好きなだけ遊んで暮らせる夢の子供王国を作ってもらうんだ。やめろ。リーズ、考え直せ。子供王国なんて作って、それからお前はどうするつもりなんだ。これからもずっと大人の代わりに一人で責任を背負っていくのか。本当にお前はそれでいいのか。しつこいぞ、フィーロ。女王様、俺たちみんなのことを考えて自由な生活を与えてくれようとしてるんだ。大人たちなんかいなくても、魔人の力さえあれば私たちは好きに生きていけるのよ。フィーロ、私はみんなが幸せになれる道を選びたいの。あなたは口を挟まないで。リズ。我、汝を呼び、汝に命ず。古より、セレドの地に封じられし魔人よ。今、長き眠りより目覚め、ここに来たれ。我は魔人エンナーじゃ。我が魂を呼び覚ませし人の子よ。契約に従い、汝の願いを聞き届けよう。お願い、この町を、このセレドの町を、大人たちがいた元の姿に戻して、パパとママに会わせて。お願い。引っかかった。バカな小娘ですね。ガキンチョの願いなんて知ったこっちゃありませんよ。何よ、この無礼者は。一体どうなっているの。無知の、説明なさい。ご主人様の御心は私めの心。偉大なる魔人エンラージャ様は、たかが人間の小娘の命令などお聞きにならないのですよ。ご理解いただけましたでしょうか。ご苦労でした、ムッチーノ。どうやらうまくガキンチョを手玉に取って封印を解いてくれたようですね。ジノ、あなた、私たちを利用していたのね。おとなしく従ったふりをして。当たり前だろ。そうでなきゃ誰がお前みたいな高び女の言うことを聞くかよ。俺のご主人様はエンラージャ様ただ一人。お前らは所詮
このお方を復活させるための道具だったのさ。そういえば、私、封印から目覚めたら、このセレドの地に魔人エンラージャ様の国を築こうと思ってたんですよね。子供たちがみんな私に貸し付く夢の王国、ああ、すてき。お前たちにはその王国のためにたっぷり働いてもらうとしましょうか。パパ、ママ、誰か助けて。リズに近寄るな。おやおや、怯えることはありませんよ。バカで素直で扱いやすい子供たちはしもべとして一生可愛がってあげたんだし。そこのあなたたちは別ですよ。したたかで扱いにくい大人は生かしておくとろくなことがないですからね。さあ行きますよ、ムッチーノ。邪魔者のぶちのめしタイム。
やっと目覚めたのに、こんなところで人間にやられるなんて。これだから大人は。ちくしょう、これまで散々我慢してガキどもにこき使われてきたっていうのによ。倒せたんですね。僕ら、あいつらをやっつけられたんですね。お手伝いいただき、ありがとうございます。もう、うちのはいないのね。スカイマや魔人には裏切られて、大人たちもいない。私たち、これからどうしたらいいの？女王様。なあ、みんな覚えているか？僕らがダーマ神殿でお祈りしていると、大人たちが迎えに来てくれたこと。ダーマ神殿か。そういえば、いつもお祈りが済んで、鐘が鳴る頃に、大人たちが迎えに来たっけな。私、ママに会いたい。みんなでダーマ神殿に行ってみよう。昔のように、あそこでお祈りしていれば大人たちに会える、そんな気がするんだ。そうね、そうかもしれない。そうだ、一緒に来てください。その方がみんな安心すると思うんです。ダーマ神殿は町の北側から出て参道を登った先にあります。3階の礼拝堂でお待ちしていますね。